ペン先が陰気にこう言いました「お前くらい嫌なものはない私がいくら金の衣服を着ていてもお前はすぐに錆びさして役に立たなくしてしまう私はお前みたいなもの大嫌いさ」陰気はこう答えました「ペンは錆びるのが役目じゃない陰気はなくなるのが務めじゃない」 一緒になって字を書くのが役目さ錆びるのがいやなら鉄に生まれてこない方がいいじゃないか。陰気がいやなら何だってペンに生まれてきたんだい